皆さん、こんにちは。こんにちは。今回は色褪せない作画崩壊の続きをやっていきたいと思います。結構、ツッコミの練習したんだよね。うまく活用してちょうだい。それでは早速始めてまいりましょう。ケース7、気になるあいつ。問題1、あれ、彼のこと気にしてるようで、実はあんまりよく見てない。やっぱ、うたた寝するときはメガネが邪魔ですよね。彼にはメガネの残像が見えているんだろうか。これは盲目なのよ。解説、一瞬でメガネが消えたんです。まさかのエスパー。問題2、こっちまで、だんだん気になってきた、行儀の面で。握力なんぼ。笑顔の裏では腹黒い。無残な姿に、もう食べられないね。解説、握りつぶしてくれるわ。パワー。問題3、謎すぎる構造。これって生まれつきなの？いつでもテヘペロし放題。冬場は乾燥し放題。ケアは忘れずにね。解説、下って歯茎から生えるんだ。問題4、キー、入っちゃってる。危険すぎるプレイ発覚。サドルなしで乗ったら大変なことに。デリケートなところがヤバくなるよ。恐ろしい。それか空気椅子で響き耐えてるのかもよ。解説、予行練習。大臀筋鍛え中。ケース8、食料はキューピッド。問題1、武器？すいません、怖いです。天然のアゴなのか、それとも人工のアゴなのか。尖りすぎて鋭利な刃物のよう。男性めがけてアゴアタック。解説、刺され、アイノヤ、アゴ。これで絶対逃がさないね。問題2、こっちは別の意味で怖い。逮捕されちゃうよ。完全なるストーカーや。植物と一体化になりきれてない。隠れる気ゼロだろうね。解説、絶対バレる距離。あえてそれを狙っていきましょう。問題3、これって流行ってるの？行動の邪魔になりそう。巷で大流行の商品はこちら。何でもでかい、長いが絶対お得。縄跳びの代用としても使えますよ。解説、身長を超える長さ。結ぶのも技術が必要。問題4、円形になっている？それとも熱で曲がったか？メガネをこよなく愛する人にメガネは寄り添ってくれるんです。体の一部になってますよ。変形も自由自在。解説、シールのように張り付くメガネ。伸縮性抜群。ケース9、愛の勲章。問題1、スライムじゃないよね。溶けてるよ。愛の熱でメロメロなのよ。溶けちゃうほどの熱い抱擁。冷えピタで冷ましてあげなきゃ。解説、彼女の体が液状化現象。いざ冷凍庫へ。問題2、今度は伸びた？自由自在に進化し放題。実は、66尾だったりして。溶けたり伸びたり、ラジバンダリ。どんな遠くでも見渡せます。解説、骨も伸縮自在？骨はシリコンタイプを導入中。問題3、こっちは、愛の力で綺麗になったのかな？愛の力は無限なのよ。ヒーリング力も兼ねてるのだ。それは彼女がラマルンツェル？解説、瞬時に傷が消えました。問題4、なるほど、愛の力は障害を超えられるってことね。パントマイムの練習中。愛とは邪魔なものを排除する力があるのよ。ま、愛に永遠なんてありませんがね。解説、手がガラスを貫通したと見せかけて。なんだ、体操のお姉さんだったのか。ケース10、キャプテン椿。問題1、あからさまに問題だよね。作戦ミスだと思うんだけど。ゴール網の上に立つのは相当なバランス感覚が必要。斬新な作戦だわ。目の付けどころが違う。伊達に年取ってないな。解説、ルール違反です。問題2、こっちも違反だろうけど、それ以前にどうついてるの？確かに弟子入りして取得した技。そもそも、お互いに違反してるんだから見て見ぬふりでいいんじゃない。どんな手を使ってでも勝つ、それが勝負の世界よ。解説、キャッチング方法も加え方も謎。しゃくれてないとできない技。問題3、大丈夫？いくら真剣勝負でも体を酷使しすぎじゃない？体を3回転ひねりとは。
竜巻のごとく回転数を増やしております。触れるものみんな巻き込まれるね。解説、下半身がトルネード。ボールじゃなくてそっちかい。問題4、これって何製？技術の進化っぷりがすごい。新素材？ゴールするたび再開に時間かかりそう。世界初の新素材はいかがですか？解説、どこまでも伸びる新素材を発明。宇宙旅行も夢じゃない。ケース11、サンパチ先生。問題1、いきなり異常だもん。そりゃ、騒がしくもなるよ。何メートルあるのかな？スタイルがいいからミニスカも、いいね。現代っ子そのものよ。解説、あいつ、でかすぎじゃね？ガヤガヤ。黒板小さ。大きい女性は好きですか？問題2、こっちも異常だよね。もしかして得意体質なの？人間の進化途中。生活に便利なように発達中。怠慢じゃ負けなし。解説、反抗する気ですか？無駄ですよ。誰も寄せつけないぞ。問題3、いろいろと変に見えるんだけど。そんなのどこで売ってるの？ワンタッチで開くタイプになっております。シワも瞬時に消える。教職員に大人気商品です。解説、ワンタッチで開く点とかよ。好評販売中。問題4、あんまり挑発に慣れてない？いつもは意外と優しいのかもね。立てる指違っちゃってるよ。今時の小学生がよくやってるよ。生きてるけど間違えておっつーだね。解説、中指立ててハマルックのつもりだったのに。外国の方には特にやってはいけません。ケース12、冒険者の酒場。問題1、角度がやばいよ。喧嘩でこっきり言っちゃった。将来有望。オリンピック候補か。希少な人材。解説、竜巻旋風脚。いつもより多く回っております。問題2、っていうかこの人も足以外も変じゃね。まあ横向いてるけど口はこっち向いてる的な。絵的には問題なし。真正面から見なければ OK。 解説、口がずれてね。取り付け自由自在。問題3、ここには変な人しかいないの？こっちの人までおかしい。まあこのゲーム自体が変な人の集まりだけどね。いろんな奇人変人多いですからね。体の柔軟性抜群。解説、こういう生き物なんです。複雑な体の作り。問題4、ここだけやたら丁寧に書かれてない？こだわりはそこなの？食の探求心を忘れずに。読者の胃袋を見事にゲッチュ。ジャンクフード、美味しいですよね。解説、グルメなので、料理はリアルに隠し気です。そんなこだわりの一品がこちら。グルメの割に随分庶民派。今回もキレのあるツッコミ満載だったね。でも、なかなか崩壊している場所を探すのも困難だったよ。このジャンクフードの行方が気になりますが、今回はこれで終わりたいと思います。それでは、またね。動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。評価とコメントをぜひお願いいたします。チャンネル登録もしてくれよな。また言い方。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。おすすめ動画と関連動画もご覧ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。